1年と半、1年半ぐらいですね、はい、まあ、明るくて、まあ、エネルギッシュで、でもまあくどくない感じのすごくいい印象ですね。一応武井さんから指導を受ける前まではですね、ちょ30万、まあ、最初 FX の初期資金として投入して、で、まあ、40、50万とこうどんどんどん増えていったんですけど、まあ、ある時いきなりドカンと、まあ、ほぼ全額失ってしまい、でさらにまあ20万投入してもう一回ちょっとスタートしてみたんだけど、やっぱり30万、40万増えていってまた全部なくしてっていう形で、まあ、ひたすらこう資金をなくしていっていたというのが正直なところですね。そうですね、まあ、最初武井さんと会ってあの指導いただいた時には、まあ、あの例えば課題書図書を読むですとか、あと、まあ、とにかくデモトレードでその、まあ、リアルマネーではなくてそのデモトレードの中であの自分の技術をこう少しずつ磨いていくと、で少しずつ慣れてきてその、まあ、実際リアルマネーでやっても大丈夫だろうというところをに入って、まあ、少しずつ資金を投入していって、で結果的には今はそうですね、あの最高でまあ投資効率 600% ぐらいまで上げることができたという感じですかね。そうですね、あの他の方とやっぱり大きく違うのはそのテクニックですとか手法っていうところにあのこだわらないっていうんですかね、そういうところにあの重点を置いていないところですね。あくまでもその武井さんが非常によくあの言葉にする内容でその富保有意識という言葉があるんですけれども、あのその富保有意識というレベルをあの大きく引き上げてくれるところ、そこが武井さんの一番の魅力じゃないかと思います。そうですね、あのやっぱりまさにさっきの話とちょっと重複するんですけれども、やはり武井さんでなければダメだというところはやっぱりその富保有意識を上げてくれるところ、そこに尽きると思います。で変な話、そのテクニックや手法っていうところは多分いろいろ知ることはできるんですけれども、その富保有意識というところがやっぱ上がらない限りはやっぱり投資でうまくいくっていうのは難しいのかなというふうに思っていますですね。まず武井さんの、そのまあおすすめというとあれなんですけれども、その富保有意識を上げてもらうというにあたってですね、例えばその FX でその、まあ、稼ぎたいと思われている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、その例えばお小遣いをちょっと稼ぎたいとか、あのなんていうか気楽な気持ちであのやろうとするのであれば、武井さんからの指導を受けるっていうのは多分受けても効果が正直上がらないと思います。それはやっぱり富保有意識っていうのが上がっていかないからだと思うんですけれども、あの本気で例えばその何か事業をしていきたいですとか社会貢献していきたい、でそういう強い思いを持っている方であれば武井さんから指導を受ければあの間違いなく稼ぐと言ったらいいんでしょうかね、あの資産がどんどん増えていく方に導かれるんじゃないかというふうに思いますので。すごい明るくて、なんか他の人にないパワーが溢れてて、そのパワーによってなんか人がもう自然と引き寄せられていくような不思議な人です。武井さんに会うまではあの FX まだ全く分からなかったんですけども、なんかでもどちらにしてお金の流れというのをちょっと勉強したかったりとかしまして、あの始めましたですね。あのメンタルがすごく鍛えられまして、だいぶ強くなってきましたね。あの武井さん の, そのルールというのが、あの何年経ってもいつでも勝てるという、勝ち続けることができるという、どんな状況にも対応できるルールだからこそ勝ち続けれると思います。あともう一点あるのが、武井さんが重要視している、あの人として何のためにお金を稼ぐのかっていう部分を重要視しているので、お金がいっぱい入ってきた後もそのお金を有効して使えるからこそ、その FX で勝つ目的ができるって、その目標に対して向かっていくっていうのが明確だからこそ勝ち続けれると思います。ですね、まずはあの武井さんにお会いして、その感じるままに感じていただければいいのではないかなとは思います。その多分魅力とか口とかではいろいろと文章とかでいろいろ言えるとは思うんですけども、やはりそういう人が持つ魅力であったりとか説得力、行動力とかいうのは会って初めて知るものだと思います。だからこそあの一度本当にお会いしてちゃんとお話を聞いて考えていただければと思います。